はい。皆様、こんにちは。かぶくんです。もう、多分ね、あの、知ってる方も多いと思いますが、羽生くん速報ですね。うん。えっと、よろしくお願いします。原田スケさんでしょうかね。埼玉、玉、え、ま、ー、ありドゥーツェ、2、え、通、ー、通で、佐賀、横浜で単独ツアー公演ですよ。やっと九州、こう、九州降臨、嬉しすぎる。え、九州、え、九州でもですか九州、あ、そう、佐賀か。あ、 え、待って、この前でもコメントで九州やるかもしれませんってコメントがあったんですけど、これ九州来る、やっぱりやるんですね。やるんですね。なるほど。え、この前でもコメントをいただいた九州でやるかもしれないってコメント入ってましたが、え、ってことはもう情報が漏れてたんでしょうかね。それとも当たったということなのかな。うん。いやー、九州来るということで、ね、11月でしたっけ、これ確か。うん。 はい。というわけで、埼玉、佐賀、横浜で単独ツアーということですね。すごいことでございます。はい。いよいよ九州上陸です。羽生くん。え、マザールリアさん、好き花束様、え、九州での悲願の初単独賞を開催おめでとうございます。え、こちらでずっとコメントをしてた甲斐がありましたね。え、羽生選手に思いが通じて本当に良かったです。いやー、これ、ずっと言ってきましたよね。九州でやってほしいって。 あの、本当に見てるんでしょうかねなんか、テラさん、どうもです。えー、羽にえっ、ー、と、花束すけ様、羽生選手の愛称、九州初公演、やりましたね。おめでとうございます。えー、皆様の声が届いたんですね。楽しみですね。うん。いや、九州上陸ですよ、本当に。九州は、ファンの方が結構多いんですけども、あのー、ねやるかなって思ってましたが、 うん。ようさんどうもです。えー、っと、花束好きさんえよかったですね。絶対ゆーくん見てくれたと思いますよ。やった、背羽。うん。いや見てたんでしょうかね。ね九州が羽生くん呼んでるってずっと言ってましたからね。いやなんか夢が叶った感じですね。ちょっとこれ僕も嬉しいですよ、なんか。うん。やっぱりだんだん、あの、広げていくっていう感じでしょうかね、あの、うん。九州上陸でしょ、に。 アートウェイヨーコさんどうもです。カブくんおはよう。羽生結弦選手、単独愛称決定。11月4日から5日が埼玉スーパーアリーナ。えー、20 2024年の1月ですね。1月に、えー、佐賀、えー、2月がピアアリーナ MM、うん、横浜。2024年の佐賀横浜は、えー、と詳細は後日だそうです。えー、演出はミキコさん。うん。ねということでしたよね。なんかあの、 ホームページ見てきたら、結構なんか、画期的な感じのアイショになりそうですね。なんかね。まあ、すごい、なんて言うんですなんかこう、人生一回しかね、生きることができないからって書いてあって。なんか、相反しある、相、相反しうる世界でってなんか書いてあって。うん。どういう感じえっと、テラさん。 ヨーソ、ヨー様、来ましたね。やったー絶対見に行きたい。うん。チケット頑張りましょうね。いや、チケット問題がありました、ね、セバネ。そう、チケット問題がありました。えっと、アトベヨーコさん、テラさん、プロローグ、リフトで今回3度目の単独相性。ハニュー・ユーゼルすごい。うん。チケット頑張りましょうね。3度目ですよね。単独の相性。うん。ということですかね。いや、すごいことですよね。えっと、ヨうさん、ゃあ嬉しい。セバネ。うん。えー、ヨーちゃん、ハートをお,おすり、楽しみだね。 はい。という感じで盛り上がっておりますので。うん。え、レモンミカーさんどうもです。かぶくんゆずうはアイストーリーセカンドリプレイツアー。2023年11月4日5日埼玉スーパーアリーナ。2024年1月佐賀サ,サンライズアリーナ。2024年2月横浜ピアアリーナ MM。え、演出家みきこさん。で、 えっと、サカと横浜の日一は後日発表で、譲る羽生初の、えー、ツアー。自分の魂を込めて言葉たちとスケートで見つかさせていただきます。あの、つながせ、つながせてかなえその他の羽生譲るさんからの言葉によると、リプレイできるゲームと一つしかないリアルな人生の選択がテーマ。これ、これはすごいなんか新世界的なテーマですよね。僕も見てきたんですけども、テーマがなんか、リプレイできるゲームと一つ,つしかないリアルな人生の選択。 難しいテーマですね、自分ね。で、待望の九州のファンの皆様、おめでとうございます。うん。え、とにかく、羽生結弦さんの、え、からの、え、ツアー開催え発表、皆様方、おめでとうございます。羽生結弦さんの、まだ誰も見たことのない、フィギュアスケートの世界、大成功をしっかりと祈願してまいります。いや楽しみですね。しかも、なんか、これ、ツアーっていうのは初めてなんですかね。そんなこともないか。うん。あの、単独、あ、単独賞としてのツアーは初めてってことか。 うん。ということなんでしょうかね。いやー、すごいですね。リプレイできる。これをリプレイできるゲームと一つしかない。リアルな人生の選択とか、なんか、うん。相反しうる世界のっていうのがあったんですけど、これは、なんか近、近未来的な感じなんでしょうかね。うん。なんか宇宙を感じるような、ね、そういった印象にもなるんですけども、すごいテーマが面白そうな感じで、 なんかあの奇抜というかなんか不思議な感じですね。うん。さあ、もうちょっとこのまま、羽生くんの、えー、こちら速報でゃなくてお話を読んでいきましょう。えー、ルコ・ピアクラさん、どうもです。カブさん、こんばんは。最近、メリエール病になってからは、イヤフォンができてなくて、 できなくてなかなか株君のテレビも聞けないんですが、あの、なんかちょっといろいろあったみたいですね。え、スコアの件ですが、私が昔から思っていたことを言いますね。え、おかわのないようにですが、私の試験だし、え、それについて株さんの意見を聞いてみたいなって思うんで書きます。え、ぶん昔のことで勘違いをされないようにですが、私の大好きなゆず君のことではないです。え、前シーズンまで結構高得点を出してた選手が、え、次のシーズン急に点数が 出なくなったことがありました構成も前シーズンとほとんど同じでミスもそんなに目立つことないなのに明らかに点数が低くなっていてびっくりしたことがありましたそのシーズンには若手の選手が出てきていてその若手の選手は高得点を出していましたその時思ったんですがジャッジのトレンドが変わったのかなと思いました明らかに こっちからあっちに乗り換えた感じの点数の出方に変わってました。世界のトレンドは変わったような感じでした。そういうことがフィギュア界では時々見受けられるような気がします。私の思い過ごしかもしれないですが。今シーズン、多分女子はジュリアからの選手がどんどん伸びてくるようなと思います。その時にベテラン、シニア選手の得点が伸び悩んでとかなんないようにしてもらいたいなと心から思います。では私は名詞部に行きますね。うん。あ、これは ど、の選手のことでしょうかね気になりますね。うん。あの、多分ね、ルール、ルールがね、改正をされたりとかっていうことで、まあ、あの、ちょっとその選手に不利な点数、あの、不利な、あの、状況になったりとかっていう可能性もあるんですが、一気にガクって落ちるのは、結構珍しい感じですね。うん。あの、うん。えー、そして、ルコピラクラさんも言ったです。カブさ連投です。えー、今日の満月はブルームーン。さて、えー、何かいいことあるかな うんえー、さてさて、えー、メンシップに、えー、行ってきました。やば、今回のメンシップドバや,やばかったです。えー、多分ここでは言えない、うん。私は小さな人間になってユウさんに抱っこされたり運ばれたり、いや、思わずはい、ここでいい子で見てますって言っちゃいました。じゃあネタバラになっちゃったら消してくださいね。うん、ねということで、うん、あのー、なんかね、プーさんになりたかったっていう人いっぱいいますよね。うん ようさんどうもです。5時間前のコメントですが、かぶくんおはようえ。昨日は曇り空でした。でもどうしても月が見たくて23時に雲の切れ間から見えました。うん。薄い雲なら負けない明るさ、エネルギー、をもらい眠りました。雨乞いのダンス。えー、聞いたのが朝方からの豪雨。うん、えー。少しは畑を潤してくれるといいな。さあ、ゆずくんのお知らせは街ながらの仕事です。かぶくんもゆっくりね、ラブラブ、狭ねえ。 いや、愛が届きましたね。あの、でも今日ね、めちゃくちゃ曇って、あのー、なんかカーテンが、カーテンの、あの、薄いカーテンなんですけど、結構曇ってて、なんか朝からね、こりゃ、嵐だなっていう感じですよ、こっちも。うん。あの、豪雨、でもなんか日本まだ暑いんですね。うん。さあ、えー、羽生くんの新情報も来ちゃいましたから。うん。はい。というわけで、羽生さんの最新情報でございました。一旦動画を止めていきたいと思います。